これはガチでやばい。事件に発展するって。プールが嫌すぎるっていう DM めちゃくちゃたくさん来るんですけど、皆さんはどうでしょうか。今回はプールが嫌、やばすぎるプール事情5選というテーマでお話していきたいと思います。最後の一つはもうニュースになるレベルでやばいので、ぜひ最後まで動画ご覧ください。それでは早速1つ目、男女混合。これはね、結構たくさん DM 来て、うちの学校のプール男女混合なんですけど、ありえないですよね。すごい勢いで DM とかコメントたくさん来るんですけど、まあ正直仕方ないかなと思う。だってプール一つしかないし、時間割って男女別になってないじゃないですか。でもう夏のめちゃくちゃ暑い中に、じゃあ男子はサッカーですとか男子はバスケですとかって言ったら、それはそれで大変じゃないですか。だからこっちを取ればこっちが取れないっていうことでね、一長一短あるわけですよ。なんでまあこれは仕方ないと思う。嫌な気持ちはわかるよ、もちろん思春期なんで男子にこう水着姿見られたくないとかね、そういう気持ちはわかるんだけど、設備的に仕方ないと私は思います。2つ目、見学者は時給層。やばすぎ。体調悪いから休んでるんでしょうね。生理とかさ、何炎天下持久走させてんのって話ですよ。余計体調悪くなる。これでも結構ありますよね。皆さんの学校どうですか。私の勤務してた学校でもね、ありました。でもその時はまあそれが当たり前だと思ったから、そんなに疑問に思わなかったんだけど、よく考えたらもう社会一般ありえないよね。例えばなんか体調悪くて今日休みますって会社で連絡してきた人に対して、じゃあグラウンド実習しとけとかさ、じゃあ家で事務仕事これだけやっとけとかさ、言ったらもうその時点でパワハラ確定じゃないですか。ましてや炎天下で時給走ってもう普通に考えてもう虐待レベルですよね。なのでもうこれはかなりやばいと思います。3つ目、日焼け止め禁止。皆さんの学校はどうでしたか。これもねショート動画で出したんですけど、まあ最近は結構ね日焼け止め OK の学校も増えてきてるみたい。でも昔からやっぱりね、学校の先生って日焼け止めをすごい敵視する傾向にあるんですよね。なんでかっていうと、まあ体育の先生曰くプールの水が汚れるとか、あとは化粧と区別がつかないとか、まあ、私が言われたとんでも説によると、日焼け止め OK にしちゃうと日焼け止め万引きする子がいるって言われたこともあるんですけど、いやいやいや、考えおかしいでしょ。発想がおかしい。万引きしねえよ、日焼け止め OK だからって思ったんですけど、とにかく日焼け止めを敵視してる先生が多いんですよね。日焼け止めプールの時は禁止っていう学校も多いんですけど、まあ、これ最近は緩和されてるみたいです。はい、そして4つ目、男子の更衣室がない。これもめちゃくちゃよくあるんですよ。女子は絶対更衣室あるんですよ。まあ更衣室か、もしくはどこどこの特別教室が更衣室になるみたいなね、あるんですけど、男子だけ教室で着替えるとか、最悪廊下で着替える、もっと最悪なのは外の渡り廊下で着替えるとかね、プールサイドで着替えるっていう学校もめちゃくちゃ多いです。丸見え。普通に考えておかしいでしょ。近隣住民から丸見えだよ。事件に発展するってジャニーズの件だってあるわけですよ。だから男の子だから裸でその辺歩いていいってわけじゃないから、やばすぎ。これは私はゲイだったので、男だけど思春期にこう裸を人に見せるってすごく嫌だったんですよ。だからプールもすごく嫌だったし、着替えとかも本当に嫌だった。そういう子多いはずだよね。だから男子だからって言って外で着替えても平気とかね、男子だからって言って着替えてるところ見られても恥ずかしくないだろうと、男なら恥ずかしがるなんていう発想はもうやめていただきたいと私は思います。そして最後5つ目、生理でもプールに入らされる。これはガチでやばい。本当にニュースになりますよ。ちょっと前にさ、ポニーテール禁止っていうのがニュースになって、これアメリカのニュースとかでも取り上げられて、私のところに外国のメディアから取材来たんですよ。なんでですかと、元教師として解説してくださいみたいな。それくらいやっぱり世界とずれてる部分あると思うんだけど、生理でプールに入らせるっていうのやばいよ本当に。まあタンポンっていうのね、入れておけばそんなプール平気なんだから入りなさいって、これ女の先生が言うらしいんですよね。今普通ね、民間企業でも生理休暇がある時代ですよ。それなのに生理中だからって関係ないプール入れっていうのはひどすぎる。一般社会で許されないですよ。もしかしたらプールが嫌で嘘ついてるかもしれない、その子が。でもね、それでもしょうがないじゃん。だって大人でもそうでしょ。すいません今日生理休暇でって言って、お前嘘だろって言うわけにいかないじゃないですか。嘘かもしんなくても、そこは追求しちゃいけないんだよ。今日風邪ですって、お前嘘つくんじゃねえよこの野郎、来いガシャンとかってやったら、それパワハラでしょ。なんで学校の中だけで許されると思うの、そういうのが。許されないよ、社会一般で。っていうことが学校の中でね起こってしまってるんですよね。これは本当にやばいと思う。良くない。本当にニュースになる前に学校の先生方、これはね改善した方がいいと思いますよ。本当に良心に従って動きましょう。はい、ということで今回はプールが嫌、やばすぎるプール事情5選というテーマで動画をお送りしました。この動画がいいなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。